アナキンは。あれ、ここは一体どこだろう。なんで俺こんなところに来てんだ。あー、そうそう、俺はアナケナ。なんかよくわかんないけど、今ここに立ってる。一体どこだ、ここは。なんかどっかで見たような場所だな。うーん、おお、 あれは、おい、そこの君、そこの君。そうだよ、魚君、ちょっとこっちに来てくれない。えっ、もしかしてあれって、あの有名な、あの有名な人たちに見えるけど。おお、君だよ。君のことを呼んだんだ。そうそう、君のことを呼んだんだよ。俺たちはあの有名なマリオとルイージ。見てわかるだろ。しかし事情があって、ここから動くことができないんだ。だから君に、このマリオの代わりにだ、この世界を救ってほしい。え、僕があのスーパーマリオの代わりに。そうだ、だから君が俺の代わりにこの世界を駆け巡って、最後にいるかもしれないクッパを倒しに行くんだ。わかったな、君ならできる。でも僕にそんなことが、というより、その前に、あなたマリオじゃないですよね。そしてあなたはルイージじゃないですね。似てるだけでしょ。いや、あのそうだね、マリオじゃない。俺はマリオじゃない。僕もルイージじゃない。ルイージじゃないよ。似てるイジだね。似てに、いや、そんなに似てないですよ。そんなに似てないですよ。学校が似てるぐらいで、そんなに似てないですよ。まあまあ、そうとも言うな。うん、だが、あの、君にやってもらいたいなと思って。そうだよ、まあそんなこと言わずにさ、行ってきてくれよ。頼むよ、僕たち友達でしょ。いつ友達になったんだ。てか、動けないってどういうことだよ。なんなん、事情がわかんないけど、まあとりあえず行くけどさ。結局俺もここにどうやって来たかわかんないから行くけどさ。そしてこれはピーチ姫とキノピオ、なんか似てるけど似てない場所だね。まあ、分かったけどね。とりあえず行くけどね。まあ行くよ。じゃあ行ってきますね。頼んだよ。他の人にも頼んどくけど。いてて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 。何これ。おお。バラバラ。何今の。もちろんここには敵がいるからな。気をつけろ、君。わかりましたけどね。いや、行きますけど。そして君は一体誰なんだ。いや、僕はキノピオ。キノピオ言ってるけど似てないよね。いや、僕はキノピオ。なんか似てないよ。すごいムキムキマッチョのキノピオになってるから、それは絶対キノピオじゃない。君はキノピオじゃないでしょ。似てるだけだよ。似てるピオでしょ。いや、僕は似てるピオ。そこ飲み込むの早いね。君はこのマリオさんたちの代わりに来てくれたアナケナって人だね。頑張ってね。じゃあね。それだけを言いたかったのね。分かったよ。とりあえず頑張るけどさ。とりあえずここを行けばいいんだな。何なんだこの世界。マリオの世界じゃないな、これ。全然違うな。うん、違う。似てるけど違う。まあ、待て。なんだ今の。おお、これってもしかして、クリボーに似てるやつ。似てクリボーか。やべ、来てる。攻撃してくるのこれ、やっぱり。来てるよね。あ、攻撃はしてくるみたいだな。痛いな、しかし。結構痛いぞ。ダメージを食らうみたいだ。ライフは減ったぞ。そしてあれは一体なんだ。あの緑色のやつはなんだ。わあ、これはもしかしてだけど、ノコノコですかね。ノコノコだね、これ。ノコノコ。うわ、すごいな。よし、クリボーは踏めるのか。踏んで、クリボーは。ちょっと、踏んでんのに倒せないのか、これ。えい、倒せないのか。こねろ。いや、ダメか。倒せない。二段ジャンプできるんだね、しかし。オッケー。おお、キノコ取ったらでかくなった。ちょっと、でかくなっちゃったよ。アナケナ、でかくなりました。よし、踏んでいける。倒した。倒れてる。倒れてる。おい、ね、食らっちゃったよ。倒れてるのに食らっちゃったよ。どうなってんだ、本当に。しかし、すごいな、ここ。マリオじゃないな。マリオじゃないけどね。もう、とりあえず行くしかないな。俺もここにどうやって来たかわかんないし。とりあえず行くぞ。さあ、ノコノコに似たやつと、クリボーに似たやつがいっぱいいるからな。気をつけていかないと。とにかく気をつけていこう。まあ、気をつける分には気をつけた方がいいだろう。おお、何これ。何これ。なんかオーラが出てますけど、強そうなオーラが出てます。もしかしてこれ何、スターかな。何これ、アイス。なんか凍らせたよ。おお、凍らせたな。
凍らせたら強くなってる。倒せる倒せる。痛い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 。急に動くな。これはあ、ファイヤーもあるのか。あの人ファイヤー投げてる。いろいろアイテムはそういう系もあるんだね。似てるやつも。よし、土管に入っていくしかないみたいだな。行くぞ。おーい、いやー、ファイヤー投げてる人いる。行くね、いいね、ファイヤーいいね。まあまあだな。まあまあ、まあまあファイヤーとかあるし、結構バリューの世界には似てる。もっと危ない危ない。ここやっぱ落ちたら一撃で終わっちゃう場所だな。了解了解。そういうところは難しいからね。しっかり行こう。よしぞ。おお、パタパタか。あれはパタパタなのか。パタパ、お、パタパタがいるな。パタパタだな、これ。パタパタ。パタパタに似てるやつだな。似てるのかもわかんないけど、まあまあ似てるということにしておこう。しておくぞ。よし、ここは抜けていく。あそこに土管がある。オッケー。あの土管に入ればいいんだな。さあ、スーパージャンプ。スーパージャンプ。オッケー、最高。さあ、え？最高って。いやー、ちょっと、なにこれ。土管の中は関係ないのか。一体どうなってる土管？どうなってるとか。このマリオも困ってる。このマリオのコスチュームを着た人も困ってる。さあ一体、おお、さあこの上があるみたいだな。まだ、おお、めっちゃ飛んだ。あ、これ何や、すげえ飛ぶの。土管の風圧か。よし、とりあえず行こう。コインってなんか意味あるのかな。とりあえず取っていくか。コインはね、まあとりあえず好きだしね。おお、いいね。アイスか。あれはアイスを投げてたんだな。いいね。あいつ誰が投げてんだよ。透き通って誰も見えない。いない人が投げてんのか。とりあえず行こう。あ、この人が投げてたね。オッケーオッケー。行くぜ。さあ次のエリア。おいおいおい。なんか一瞬消えちゃうよね。さあこれは中間ポイント。よし、中間ポイント。中間ポイント。特に中間ポイントっぽくないけど。とりあえず行くぞ。行くしかないでしょ。わあ、ここら辺から難しいな。おお、キノコキノコ。キノコどんぐりに見えるけど。キノコこれかわいいなこれ。あ、誰かがアイスを、あー、クリボーが復活、クリボー復活。さあやばいぞ、これアイテムがないぞ。おお、ワンナップ、いいね。ワンナップってか下にいるのあれだな。パックンフラワーに似たやつだ。あれは食われちまうぞ、気をつけろ。よし、この白い雲に乗っていけばいいんだな。ぜい、さあここら辺はいけそうだな。まだ全然いけるぞ。さあジャンプしていけばいい。いいね、2段ジャンプ、いいね。2段ジャンプがあるから結構高いところまでジャンプできる。おお、ここら辺から難しそうだな。気をつけて、ゆっくりゆっくり。よし、いいぞ。パタパタがいるの。ほいほい、パタパタは気をつけて。ほいほい、オッケー。ここのアイテムをゲット。やった、どんぐりみたいな。あー、何これ、飛べるのかも。おお、タケコプターみたいな、ついたついた。これはもしかしてあれですかね、飛べるんですかね。飛べないね、別に。飛べないね、特に変わらないね。内容は変わらない。しかし、ついたのはプロペラだね、これ。プロペラマリオのような感じですね。よし、おい、飛べるのか。あ、ジャンプ力が高くなった。おお、あったったった、復活できない。あー、落ちてた。いや、難しかったな。いきなりなんかあのビヨーンってなっちゃうんだね。で、こっからか。こっからか。お、アメキラ君だね。頑張ってきてよ。ね、僕たちのためにも頑張って。行くよ、行くよ、行くよ。でも君たちは似てない。あ、だだ、クリボー、クリボー、いきなりクリボー、いきなりクリボー。痛いクリボーね。まあでも君たちはそこにしか立ってられないんでしょ。行ってきますよ、僕が。スリスリ、うわー、めっちゃ飛ぶけど。あー、落ちた。落ちんのか、今ので。スルッと滑るね。さあまた来ましたけど、ここ難しすぎるな。というか行けるのか本当に、っていうぐらい行けないぞ。なんとかしたい。し、飛ぶしかないだろ、飛ぶしかないだろ。飛べないのかい、むず。さあ来ましたよ、またむずすぎるんですけど。さあプロペラで、よいしょ、飛べる。激ムズだ。すいません、どうした、アナキラ君。マリオに、マリオニテルさん、マリオニテルさん、ま、マリオニテルさん、まあまあいいだろう、それでいいだろう。あそこ全然いけないんですけど。そうか、やっぱり君の力でも無理か。俺の力では全然無理だったけどな。そりゃそうですよ、動けないんだもんね、一歩も動けないんだからね。そうか、君の力でも無理だったんだね。あ、君はあのあれだよね、ルイージニテルさん、ルイージニテルさんだね。仕方ないよ、僕たちでも無理だったんだから。そうだね、無理だよね、動けないんだから。もうなんてたって君はマリオじゃないからね。いや、君もマリオじゃないでしょ。
そうだけどね、なんだよこの世界、本当にマリオに似てる世界だったな。マリオ似てる世界、いや僕は似てるピヨ。そこはもういいんだね、似てるピヨで。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。他のアナケナも見てね。バイバイ。アナケナ。